日程第一一般質問を行います。この際お願いします。昼食の弁当を持参しない、主食が欠ける子どもがいることは学校給食の目的が達成されていないものであると考えます。これは子どもに差別が生じることで教育上も良くないと思います。すべての子どもが健全な成長のためには弁当持参でなく完全給食が望ましいと思います。自家米による弁当を持参している児童生徒の割合が 100% の学校もありますが、相対的には市内全児童生徒数1651人のうち自家米による弁当を持参していると答えた児童生徒は755人で、全体の 46% となっております。全ての子どもが給食でご飯を食べられることは、給食をいわゆる経済状況や共稼ぎなどといった家庭事情による欠食をなくすることと推測されますが、当市で弁当を持参してこない子どもの状況は、主に持参忘れ、おかずで足りるなどの子どもの都合によるものと把握しておりまして、経済的理由により持参できない子どもはほとんど把握されていない状況でございます。いずれにしましても完全給食の実施にあたっては、3月議会でも申し上げましたように、現在の給食センターに炊飯設備がないことから、大規模な施設改修を行うか、あるいは業者に委託をして米飯の提供を受けるかなどについて、今後時間をかけて十分に検討していく必要があると考えております。消防団員の高齢化や消防団員数の減少に歯止めがかからないということが大きな社会問題となっております。その背景には地域コミュニティの希薄化、ライフスタイルの変化、車社会となり若者が近隣に働きに出て日中人がいないという社会環境の大きな変化にあります。消防団員活動の負担について分散軽減ができないか伺います。ご案内の通り広大な面積を有しておるため、蒸気消防だけでは消防活動が困難であり、消防団員の負担は軽減されていないのが現状でございます。負担軽減には団員の確保と適正な消防団編成が重要と考えており、これまで取り組んできた新入職員の加入促進を図るとともに、さまざまな機会を捉え消防団員と団員の重要性を PR してまいりたいと考えております。また現在取り組みを進めております消防団員再編の中で、定数あるいは再編の枠組み、方針、負担軽減策なども含め、総合的に検討をしてまいりたいと。